青番の3コーナーから4コーナー動き出していった佐々木豪です。まず7番手から後ろ押さえていきます。4番手の佐々木、追走カシノで短期8番の島津、ここは追っていきません。中段長島に蓋をするような感じ。4番手の佐々木残り800、誘導を下ろしてここで4番手の佐々木がまず前に立ちました。そして関東勢5番の長島、長島が前を叩きに行く。関東ラインの4番手に8番の島津が続いていって金が入ります。ジャンデ主導権を握ったのは5番車の長島、そして九州勢1番車の伊藤が外を通ってここから巻き返してくる。さあ4コーナーからホームにかけて一気の巻き返しは1番車の伊藤相馬です。前では5番車の長島もペース上げていって、ここは伊藤と長島、この2人がもがき合い力比べとなりましたけども、最終の2コーナーでここで1番車の伊藤が先頭に変わりました。あとは後方から4番車の佐々木豪がまくっていって4番手3番手まで上がってまいりました。気づいた3番の松岡ここで横に張っていってブロックを見せていく。止まらないか4番車の佐々木豪が中を割っては9番の小岩大輔。